テンペリアウキオ教会内部、テンペリアウキオ教会は、フィンランドのヘルシンキ市東ロにある、フィンランド福音ルター派教会に属している、キリスト教会である。ティモス・オマライネンと、ドーモス・オマライネンの兄弟によって設計され、1969年に完成した、岩の教会とも呼ばれる。テンペリアウキオ地区に教会を作る計画は1930年代から、 存在し、ヘルシンキ工科大学の設計を担当したヨハンシレンの設計案に沿って建設される予定であった。しかし、第二次世界大戦が勃発し、計画は中断された。終戦後の1961年に、改めてデザインコンペが開かれ、スオマライネン兄弟による設計案が採用されることとなった。予算の都合上、 当初のプランの4分の1の大きさに縮小されてしまったものの1968年2月に建設が完了し1969年9月には礼拝堂の性別が取り行われた。教会は大岩をくり抜いた中に作られているが上部側面にガラスがはめ込まれており自然光が入り込むようになっていて明るい。教会内壁はくり抜いた岩盤がそのまま使われていて 音響効果が優れており、しばしばコンサートホールとしても利用される。内壁は当初剥き出しで残す予定はなかったが、音響学者、マウリッパリョト指揮者パーボ・ベルグルンドの助言により、このままの状態で使われることとなった。岩には氷河時代に削られてできた模様を見ることができる。テンペリアウキオ教会は観光地としても有名であり、年間約50万人もの人々が教会を訪れる。 ヘルシンキ中心部にあり、周辺はアパートなどの住宅街である。この教会には金がないが、作曲家、タネリクシストによって録音された金の音が外壁のスピーカーから流れるようになっている。ありがとうございます。